はいえなさんこんにちはレクセッセンに講師の岡野ですえ21教養マスターあー判断推理1回目の講義始めたいと思います2021年合格目標ということですね21教養マスターの判断推理第1回ですえっ、ー、と判断推理からあテキストは並んでいますのでえテキストはあ判断推理数的推理図形資料解釈という順番ですのでえこの講義がまさに数的推理の1回目だという方も多いと思います。 では数的推理から見た方とかねいらっしゃるかもしれませんけどもそれはそれであの構いませんけれども判断推理ここからねまさにスタートという方も多いと思いますので全体的なお話から今日始めたいと思います数的処理今申し上げた4分野でございます判断推理数的推理図形資料解釈例えば16問ぐらい出題される試験が多いわけなんですけれどもそれは数的処理全般で数的処理全般で16問のうち 5 6問判断推理いいう試験が多いですね。判断推理で56問それ以外で10問ぐらいと例えば東京23区特別区はこう19問出ますので出題数は試験によって変わりますけれども、まあ、大体3分の1ぐらい出るかなと。試験によって違うんですよ若干違いますけれども3分の1ぐらい出るようなイメージでやっぱり大事なあ単元判断推理だというふうに考えていただきたいと思います。その判断推理分野なんですけれども、 数学でではないんですねやってみると分かりますけれども式を解く式立てて式解くような話ではなくてですねパズル問題なんですね論理パズルと言われるような分野が一番近いと思いますけれどもいわゆる論理パズルの問題ということになるんだがこの単元はこの判断整理という分野は大事なのは2点主に大事なのは2点なんですね。図表をを用いて条件を整理し 条件から言えることを推理するこの2点が大事になります条件整理と推理だということなんですね数的処理というのは条件処理です数的処理は条件処理の 科目なんですね条件をうまく処理して結論を導いてくればいい答え出せばいいというそれだけの話なんですで処理の中身が処理という内容がですね整理と推理だと考えておくといいと思います処理と言っても2つ整理し推理することなんだと考えてもらいたいんです、えー、問題ごとにどのように整理するかというのはねちょっと違ったりしますので そこを含めて教えていくわけなんですけども問題の条件の整理の仕方からね教えていくわけなんですが大事なのは推理です大事なのは推理ですね。 判断推理というぐらいですから推理というところが大事になりますけれども推理って何かというと条件から言ええるるここととを考えることですね推理というのは条件から言えることを考えることですけれども条件から何が言えるかというのをこう妄想空想してもしょうがなくて理屈で押して考えるのが推理ですね理屈で押して考える理論的に論理的に考えるのが推理ということになります。論理思考ですね 論理思考というとねこのハードル上がっちゃうわけなんですけども、まあ、あのこういう条件からはこれが言えるようなこれが言えるようなこれが言えるような、えー、こ,うこうだからこうだからこうだからこうと説明できるようなのが論理ですよね。ということで、はい、直感とかひらめきではなくてですね論理思考の科目判断推理ということを頭の隅に置いといていただきたいと思います。 今日からね数的処理がスタートという方も多いと思いますのでちょっと全体的なイメージの話もしておきたいと思いますえー、今これ教養マスター判断推理第一回です別に数的推理からご覧になっても構わないし図形とか資料解釈からご覧になっても構いませんけれども教養マスター数的処理は 判断推理数的推理図形資料解釈4分野全部合わせて全部合わせてこれね。15回の講義になります。教養マスター数的処理は全部で15回で、これでインプットしていこうということになります。何をインプットするのかというと、基本的な問題をの解法をインプットしていこうと思うわけですね基本 と応用というのがあるけども、えー、はい、まあ、それまた難しい話なんですけどね。どこまでが基本でどこからが応用なのかというと、これなかなか難しい話なんですよ。実はね、数的処理って実はですね、ガイドラインがないんですよね。えっ、ー、と例えばですね、教養試験ということですから、教養試験の内容ですから、高校までに習った内容というようなイメージなんですよね。 はい、えー、教養試験というのは教養試験というのは高校までで習うような内容です。で、専門試験というのが大学で学ぶような内容ですよね。えー、ですから教養試験というのは一応高校まで習った内容ということになります。私は地学なんかも、えー、講義を担当しますけれども、地学なんていうとね、いわゆる高校で習う地学の内容でいいわけです。はい、まあそれは当然中学分野も入りますけれども、中学分野との重複は ありますけれども中学高校で習う地学いわゆる高校で習う地学というところでいいわけなんですね。でそこを超える話というのはほぼほぼないと。 いやまあ,あの若干はあるんですけども、えっと、実践的な内容ですね例えば新聞に載るような内容とかっていうのはちょっと実践的な内容で教科書をはみ出してる話は若干ありますけれども基本ラインとしてはですねもうあの高校地学でいいわけなんですねところが数的処理というのはどこまでが範囲なのかよくわからないと、えー、例えばですね 古い話ですけれども、昔、東京都庁でサイン・コサイン・タンジェントを、えー、数的処理で出したことがあるんですよ。 で高校までに習う内容なんで高校数学の内容を別に数的処理に放り込んでもいいわけなんですよね。ただ基本的にはこれは反則であると思いますけれどもどういうことかというとそれは数学で出すべきなんでえ数的処理で出すっていうのはねちょっとあの反則だと思いますけれども何が言いたいかというとこうガイドラインがないんですよね。なので、えっと、何が基本で何が応用かっていうのはなかなか難しい話なんだけどもそこをね 我々がまあここまでを基本としよう、これを基本としようじゃないかというふうにまあ考えて、えー、講義にしていくわけです。えー、それは皆さんにお伝えをしていくわけです。でそうすると、えー、さまざまな問題まあ解きやすくなるだろうと考えているということですね。私たちが勝手に曖昧な数理の世界に秩序をつけてですね、ここまでを基本としよう、ここから応用としようで基本をマスターすると応用も解ける、解きやすくなるはずだとまあ考えているわけです。ということでインプットの講義全15回。 えー、講義受け切っていただきたいんですけれども講義受けている過程においては講義受けている最中はですね、なんかあんまり力ついた感じはしないと思うんですよねこうガンガン解けるようになっていく感じしないと思います各単元ごとになりますし 各単元各分野ごとのこう講義を受けてもです、ね、こう一気にか問題解けていく感じは、まあ、しないかもしれませんが全15回講義を受けきっていただいたらちょっと飛躍する瞬間があると思います。 えちょっとふわっとこう飛躍する瞬間があると思います。いやあるといいなとえあってほしいなと思っています。私の講義を受け切ったらちょっとねふわっとこうあとけそうな気がちょっとしてきたなという感じにななるといいなと、まあ、そういう講義をしたいなと思っていますけれども、実は本試験合格レベルということで言うとまだ足りないんですね。まだ足りない。ここからが大事です。えー、演習アウトプットですね。アウトプット演習が大事ということになります。 で演習は問題集ありますよね、えー。レックの問題集がお手元にある方はもうそれで十分ですし、えー、何かねこう書店のもの、自分が好きなものをお,お使いいただくのも構いません。とにかく数的処理は。 あの問題を解いてなんぼなんですよね問題集得以外ないんですよねで、まあ、あのどういう問題集を扱うかによるわけなんですけども一応レックの過去問集で言うならば二、まあ、週以上やってもらいたいなと思いますこれは私の完全な経験値なんですけれども二週以下の方の合格率が低いような気がするんですよねなかなかそれで処理できませんってね半泣きになって相談に来ると えー、でどれぐらいやってんのって聞くと「1.5週です」なんて言うんですよね「1週半です」なんて言うとで2週いってないとそうするとなかなかこう飛躍する瞬間がないなと飛躍を迎えないなという感じがするわけです、えー、問題集を2週もっと言うと3週ですね。 二週三週まあ二週以上と言っておきましょう。やるならば、こう二回目の飛躍があると思います。いやあるといいなと思います。二回目の飛躍があれば、ああもし二回目の飛躍があればね、えー、合格圏内入ってくるような感触です。えー、はい、演習を二週三週やると、えー、ちょっとこう本試験でも合格テーマ出せそう。完璧じゃなくてもね。 完璧にすする必要ないですから数的処理を完璧にするなんていうとね大変ですので合格点出せそうなところまではねいったかなとなれば、えー、2回目の飛躍2回目のブレイクスルーで、えー、合格圏内入っているような感触だと思います。ということで言いたいのは演習頑張ってくださいね。演習頑張っっててください、はい分厚い問題書2冊あって ドン引きしないいでください、えー、これを頑張ってやっていくっていうところが大事なのでコツコツね、えー、やってもらいたいと思います思いますが実はですね、えー、問題集をポーンと渡して「えー、はいやりなさいよ」っていうだけじゃなくてそれをですねちょっとフォローアップする講義もあるんですよね、えー、解説講義解きまくり問題集の解説講義というのが実はありますのでこれをうまく活用していただきたいなと思いますえー、っと全てじゃないんですよね問問題題集の 全部じゃないんで一部なんですけれども私の解説が動画の解説がありますのでそういうのもご,ご活用いただければと思いますしえさらに別でですねプラクティスと、えっと、判断推理数的推理図形資料解釈4分野各10問ずつなので40問ですけども、えっと、演習解説講義というのがありますプラクティスというのがありますのでこちらもご活用いただきながらえ自分で演習を加速していってですねえ合格圏内に持っていただきたいなと思います。 えあの先ほどの図でもう1個お伝えしたいことがありませんこの講義をどのタイミングでご覧になっているかによると思うんですけれども試験まで あとどれぐらいの期間がありますか1年ぐらいありますか2年あるんですかあと半年ですかあと4ヶ月ですか、えーですね、この講義をど,どのタイミングでご覧になっているか試験まであとどれぐらいの猶予があるかというのは人によって違うと思いますけれども、あのー、数的処理はです、ね、このイメージをあまり短縮できないんですよね。 はい、ここでお伝えしたかったのがインプットしてアウトプットあ,のある程度時間がかかっちゃう科目なんですよね。 ある程度この時間かかってしまう科目であるというところを踏まえてあの取り組んでいただきたいなと思います。すなわちですね、レックに通う通学のクラスなんかであれば、数的処理のあの科目は、受講は、講義はですね、数的処理の講義は割と早めの時期に設定されていることが多いんじゃないかなと思うんです。それは理由としては、ある程度時間かかっちゃうので早めに取り掛かっていただきたいと思いますし、 これを短縮するとなればですねギュッとこれをなるべくぐっと圧縮するしかないので全15回をなるべく短期間で受けるな,なるべく短期間で演習2回入、ね、れ、えー、2週以上やるというところであのこれを少しぐっとこう圧縮する以外ないんです何かをステップを省くっていうことはあまりできませんのでそういう科目特性であるそういう科目なんだというところを踏まえて講義を受けてまた演習取り組んでいただきたいと思います。 します